皆さんこんばんは。ノーコブラジオのお時間です。お久しぶりです。ラジオがめちゃめちゃ久しぶりになってしまいました。なんか撮ろうと思ってるのに、いつもあのビデオの方、映像の方が優先的になってしまって、こうラジオで語る皆さんに話しかけるっていうのがなかなか後回しになってしまってて、待ってくれていた方いらっしゃったらすみません。今日はたくさんお話ししたいと思います。皆さんに話しかけていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。今日ねお話ししたいなって思ってる内容なんですけど、今日はあの幸せホルモンについてちょっと皆さんにお話ししたいなって思っております。皆さん幸せホルモン出してますか？幸せホルモンで満タンですか？どうですか？皆さんね、きっと忙しいと思うんですよね。毎日仕事やら、まあ、子育てやらね、いろいろ皆さんされていて忙しいかなっていうふうに思ってるんですけど、まあ、私も一応毎日忙しくさせてもらっておりまして、まあ、不妊治療は今ちょっとあのお休みっていうか、まあ、生理が来たらまた次どうするかを考えるみたいな感じで、今ねなんかあのその不妊治療っていうのをこう一番に考えることがなくなってきてるような生活スタイルになってきてるんですね。それは別にあの不妊治療をこうやめたとか子供を諦めたとかそういうことではまたなくって、なんか、まあ、そこばっかりを考えててすごくしんどくなってしまった自分がいてたので、それをまあ考えたくないなっていうふうに思ってたんですけど、それを一番にね考えたくないなっていうふうに思ってたんですけど、まあ、なんやかんやでね、今は考えないようにせんとこうっていうんじゃなくって、あんまりこう考えてなかった、今思えばあんまり考えてなかったなみたいな日々を過ごしてるんですね。で生理が来た時にあ思い出すみたいな、あそやそや次どうしようみたいな感じで思い出すみたいな感じで過ごしてるんですけど、昔の私からはちょっと考えられないような感じなんですけど、多分皆さんこのラジオを聞いてくださっている方はあのコアなコアな視聴者さんが多いかなと思うので、いろいろ私の昔を知ってくださってたら心の変化があったんやなとか、まあ、考え方変わってる、来てるんやなっていう風なのをちょっと感じてもらえるかなっていう風に思ってるんですけど、初めてねこうやってラジオを聞いてくださる方も今日いらっしゃるかと思うんですけど、もう私、まあ、あの YouTube ビデオにはいろいろ上げてるんですけど、いろいろ紆余曲折ございまして、すごく落ち込んでいた時期、もう自暴自棄になっていた時期、本当にしんどかった時期がいろいろあったんですまああのビデオがねすごい数あると思うので、順番に見るっていうのはすごく大変かと思うんですけど、まあ、あのもし気になるところがあればピックアップして見てみてください。本当にねいろいろ私ありまして、そこであの不妊治療をしたすることになったおかげで、
いろいろこう体のこととか健康のこととかを考えることができるようになったんですね。本当にこれは不妊治療をしていなかったらすぐにこう子供ができるような私の体だったりしたら、ここまでこう自分の体のこととか健康のこととかを気にすることなく、気づくことなく過ごしていたんじゃないかなっていうふうに思ってて、その不妊治療をすることがきっかけとなったことで、いろいろ勉強を調べることとか、いろいろ講座を聞くこととか、いろんなそういうのを目にするようになったんですね。で、そういうのを目にすれば目にするほど、あ、こうやって発信してくれてる人がたくさんいるんだなっていうことに気づいて、今では本当にね、知識がどんどん増えてきたなっていうふうに思ってるんですね。発信してくださってる方っていうのは、たくさん本当にいらっしゃるんですけど、それってこう自分が探しに行かないと、自分で情報を取りに行かないと見つけられなかったなっていうふうに思っていて、自分でこう、情報をね、取りに行くことがすごく大事やなっていうことを気づかされたんですね。ね、不妊治療をしてると本当にその病院で先生に言われることっていうのを一番に思っていたし、なんで受精しないんだろうとか、なんで着床しないんだろうっていうところ、なんで流産しちゃったんだろうとかね、いうところばっかりをこう見てしまってて、本当に視野が狭くなってたなっていうふうに私は最近本当に気づいたっていうか、あ、もっと視野を広げないといけないなとか、ちょっと前も私すごく子供に執着してた、意固地になってた自分がいたんですけど、それじゃあかんなっていうふうに自分で思ったんですね。そこばっかりしか見えへんくなってるなっていうふうに思って、それがこう自分のことをすごい苦しめてるなって。で、周りのことも苦しめてしまってるなって。大切なパートナーのこととか、周りにいてくれてる家族のこととかも苦しめてしまってるっていうふうに、なんか思ったんですね。そこで本当に気持ちが切り替わったっていうか、子供がいない人生っていうのもやっとこう視野に入れることができるようになったっていう感じだったんですけど、そこからもね、いろいろな、たくさんのいろんなジャンルのインスタライブとか講座とかに顔を出して情報を取るようになってきたんですけど、っていうかね、なんかそういうところに一個そういう情報を見つけると、どん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 やっぱりこう広がっていく感じがしたんですね。そのたくさん本当に情報が今は溢れてるから、どの情報を信じるかっていうのは、どう捉えるかっていうのは本当に人それぞれだと思うので、これはもう私のっていう感じなんですけど、そう、できるできてないとかは別にしてね、それはちょっともう置いときますね。 それもね、完璧にしようとしてない自分がいてるんですよ。逆にそうやって完璧にしようとして完璧を求めてしまうと、また自分をそれって苦しめてしまうし、周りを苦しめてしまうから、私はバランスを
気をつけるようにしています。ちょっと話それちゃったんですけど、本当にね、いろいろと勉強していく中で、最近はその幸せホルモン、幸せホルモンをたくさん貯金するっていうことを、今貯金しとく、妊娠する前に貯金しとくっていうのが大事、妊娠中もなんですけどね。もちろんその妊娠を希望してない人にとっても、幸せホルモンって別に悪いものではないと思うから、私は一応ね、まだ妊娠っていうのを希望していて、それに向かってゆっくり足踏み状態だったりとか、立ち止まったりとかもしてるんですけど、まだね、ゆっくり前に向かっては歩いているんですね。子供を授かるっていうことに対して動いてはいる状態なんですね。だから妊娠できて、で妊娠中で出産後どういうふうな、その女性はね、メンタルになっていくのか、女性ホルモンのバランスが崩れてどうなっていくのかとかっていうのも、産後のこととかも一応なんか私講座とかに出て勉強したんですね。多分それはこう自分の視野が、あ、ピンポンやって、ちょっと待ってね、ごめんなさいね、ピンポンが鳴っちゃいましたはい、何の話してましたっけ。あ、そうだから、なんか視野を広げることができたから、その自分が妊娠して出産してその後どうなるのか、パートナーの方には、パートナーの方やってパートナーのちゃんにはどういうふうにいてもらうのがいいのかとかっていうのも、こう勉強しようって思えるようになったのかなっていうふうに思ってて、だからまだ妊娠にも至ってない、赤ちゃんを授かっていない私なんですけど、出産後とか、出産妊娠中とかどうなるのかなっていう講座とかも受けようって思うようになったんですね。講座の方には、その今妊娠されてる方がこう講座にいらっしゃるからやし、その方に向けてお話ししたりもするし、もちろん妊活中の方にとっても必要な情報やと思うんですけど、中にはね、こう辛いってなる方もいらっしゃるから、大丈夫ですかっていうふうに聞いてくださったんですね。でも私はもう全然大丈夫なので、こう勉強のためにもね、参加させてくださいっていうふうにお話をして参加させてもらったんですけど、でもそれがすごく勉強になったんですね。そうだから、こう皆さんにこうシェアしたいなっていうふうに思ったので、私の言葉にはなるし、ちょっと拙いかもしれないんですけど、聞いてもらえたらなっていうふうに思ってて、たとえね、私が妊娠できなかったり、赤ちゃんを授かれなかったとしても、この勉強はきっと無駄にはならへんなっていうふうに思って、妊娠を希望されてる方、妊娠中の方とかに、このね、学ばせてもらったことをお伝えするっていうことができるから、無駄になることはないなと思ったので、そういう講座にも参加してるんですけど、きっと無駄なことはないと思いながら勉強をしておりました。で、こう幸せホルモンを一体ね、どうやってこう増やしていったらいいのかなっていうのがみんな気になると思うんですけど、幸せホルモンって、女性ホルモンの一つで、オキシトシンっていう
ものなんですけどね、多分皆さん1回は聞いたことあるかなっていう感じなんですけど、それがこう増えることによって共感力がアップしたり、学習意欲がアップしたり、記憶力がアップしたり、免疫力がアップしたり、幸せな気分になったり、感染予防になったり、あとストレスを感じることが減ったり、不安とか恐怖心が減るっていうのがあるらしいんですね。きっと皆さん、あ、それ増やしたいとか、それ減らしたいとか思うことがあると思うんですけども、そのオキシトシンっていうのは脳から分泌されるものなんですね。で、脳から分泌されて血液を通って肌に行く。で、肌にある細胞の真ん中の幹細胞っていうのを元気にしてくれるっていうものなんですね。脳からこう血液を通って幹細胞に働きかけて元気にしてくれるっていう感じのものになるんですね。まあここはちょっと難しいかな、今のところはね、ちょっと難しいかなって思うから、まあさらっと流してもらってもいいかなと思うんですけど、オキシトシンを、幸せホルモンをどうやって分泌させるんかなっていうのを今から言いますね。全部で2、3、4、5、6、7、8、9個あります。これはきっとネットとかで調べても全然出てくることなので、その他にもあるかもしれないから、皆さんも気になったら自分でそのオキシトシンこう増やす方法とかいうので調べてもらったらいいかなって思うんですけど、私が講座で教えてもらったのは、まず1つ目が家族との団らんで、2つ目が友人とのコミュニケーション、3つ目がプレゼントを送る、4つ目が人を思いやる、5つ目がエステなどで自分磨き、6つ目が親切をする、7つ目が旅行に行く、8つ目がペットとの触れ合い、9つ目が恋人とのスキンシップっていうのが、オキシトシン、幸せホルモンを分泌させてくれる方法っていうことなんですね。なんかどれか一つでも簡単にできるのがあれば、すぐこう幸せホルモンを増やしていけるかなっていうふうに思うんですけど、ペットとの触れ合いとかね、私ほんまに家に今いないから、家で飼うことができないから、ペットショップとか行くんですけど、見にね行くんですよ。見るだけなんですけどね、触ることはできないんですけど、それでもやっぱり可愛いなって、見てるだけでこうこっちも顔を笑顔になるし、可愛いなってなってるから、絶対幸せホルモン増えてるなって思うんですよ。と、人を思いやるとかね、これもできるかなっていうふうに思うんですよね。で、プレゼントを送るっていうのもビデオでもあったと思うんですけど、ちゃんに白のオーバーオールを、スノーピークのやつをプレゼントしたかったっていう実際もうしたんですけど、お気づきの方何人かいらっしゃってコメントくださってありがとうございました。そう、まあ、結局プレゼント送らせていただいたんですけれども、ちゃんからはね、受け取り側の気持ちも考えろ言うて 言われてたんですけど、結局来ておりますので 喜んでいるかと思います。で、別のね、講座、インスタライブやったかな、そんなんでもお話を聞いたことがあって、なんかね、その時はやっぱり太陽を浴びるっていうのもすごく大事っていうふうに聞きました。目から太陽を入れるのも大事っていうふうに聞きました。あとは
私本を買ったんですけれども、インスタグラムの方では投稿に載せたと思うんですけど、フェミニンケアの本なんですけれども、枯れない体っていうので森田敦子さんの本、もう一冊その潤う体っていう森田敦子さんの本なんですけど、これ両方ともそうなんですけど、フェミニンケアのことが書いてある本になります。こちらも女性ホルモンのことをね書いてらっしゃる本になっているので、もし気になる方は買って読んでいただければなっていうふうに思います。おすすめです。私のなんかもう固定概念がぶっ壊れました。ぶっ飛んだ感じでした。もうほんまにグルーンってこう逆転したような感じです。フェミニンケアもすごく大事なことの一つやなって思いました。やっぱ女性だけなんでね、膣とか子宮があるっていうのは、肌をすごく皆さん化粧水とかね、乳液、美容液とかいろいろするじゃないですか、顔のね。だから膣もやってほしいって、第二の顔って言われてるところだし、まあ、女性にしかないところなんでね。それが女性ホルモンのバランスのとの関わりもあるんですって。それはもう本を読んでいただいたらめちゃめちゃわかるんですけど、そうなんやって全然知らんかったっていうふうに思うことがいっぱいでございました。あとはね、涙活っていうのを皆さん聞いたことありますか？涙の活動、涙活っていうんですけれども、私は初めて教えてもらったんですけど、こう涙を出すっていうことで幸せホルモンが出てるみたいなんですよ。そう、幸せホルモンが出るみたいなんですよ。で、こう悲しい時とか辛い時とかに泣くじゃないですか。悲しい悲しい、辛いよって言って泣くじゃないですか。でもその涙がね、体をね幸せにしようとしてくれてるみたいなんですよ。こう涙を出すことで体が幸せになろうとしてくれてるみたいなんですね。なんかこれ聞いてすごい、体ってやっぱりすごいんやなって思って、体はいつも絶対に良くなろうとしてくれてるらしいです。だからそうやってけなげにこう働いてくれてる体もいつもね、もう私たちを生かしてくれてる、守ってくれてるわけじゃないですか。いやー、本当にちょっと私は感動をしたんですけれども、だから泣きたい時は泣くっていうのも大事かなって、涙を流すっていうのも大事かなって、涙を流したらこう幸せホルモンがね出るっていう。だから泣くことは全然悪いことじゃないなっていうふうに思います。人間って悲しいことがあっても体は一生懸命に立ち直ろうとしてくれてるように動いてる。いやー、ありがとうって感じですよね。で、やっぱりスキンシップ、っていうのもすごく大事だなっていうふうに思っていて、前にね、ディズニーランドに行ってミッキーとハグをしたんですけど、本当にギューって何秒間かギューってしてくれて、もう本当その時に本当に涙が溢れそうになったんですね。ギューってしてもらって、ギューってすることってすごく大事なんやなっていう時ことをミッキーに教えてもらったんですね。そう、だからそのやっぱ触れ合うっていうこと、肌と肌を触れさすっていうのはすごく大事なんだなっていうふうに思って、そう、人に触れる、
人に触れてもらうっていうのはすごく大事なんやなっていうふうに思って、そのアロマタッチっていうのを私してるんですけれども、それもね触れ合いなんですよ。もちろん自分で自分をすることもある、自分で自分の肌に触れてそうすることもあるんですけど、ちゃんにやってもらうこともあるし、逆にねちゃんにもやるし、それってやる方もやられる方も幸せホルモン出るんですよね。で、前にずっとやりたいと思ってたおばあちゃんにもやっとすることができたんですね。そう、もうおばあちゃんにやってあげたいってずっと思ってたから、おばあちゃんがお家に来てくれてアロマタッチをしたんですね。まだねベッドが変えてなくって、そのままソファーに座ってもらって、座ったままやらせてもらったんやけど、なんか久しぶりにおばあちゃんの肌に触れたんですね。こんなに柔らかいんやなおばあちゃんの肌、おばあちゃんの肌気持ちいいなっていう感じやったんですけど、そんなにね、なんか大人になってから大人の人に触れることってないから、本当に触れるだけでも泣きそう、涙が出そうになったんですね。で、本当に簡単なことなんですよ、アロマタッチって。ただただアロマをおばあちゃんの背中に一滴落として、初めてだったんでね、あんまりこう刺激が強かったらと思ったから、おばあちゃんも今回は一滴ずつにするねっていうので、一滴ずつ決まった8本のオイルがあるんですけど、それを決まった順番にしていくっていうものになるんですけどね、それをしていったんですね。おばあちゃんが、もちろん匂いで癒されるっていうのもあるんですよ。匂いでいい匂いやわーって言って、気持ちいいわーって言って、ありがとうありがとうって言って、8本順番にやるんやけど、1個ずつ1個ま落として背中をさすって、背中に伸ばしてってやって、それを終わるためにありがとうありがとうって言ってくれて、もうね、本当にこう学んできてよかったなって、アロマタッチをこう知ることができて、でそれを自分の大切な人にすることができて本当によかったなって思って、アロマ自体は体からは1時間半ぐらいで全部抜けていくものにはなるんですね。だから抜けているんですけれどもおばあちゃんは毎週ね、毎週は行ってないのかな、ちょくちょくこう大きいね銭湯に行くっていうのが決まりなんですね。それはその銭湯仲間の人がいるんですよ、風呂屋さん仲間がね、もうみんなお風呂で集合して、お風呂で喋って元気やったみたいな感じなのを、毎週なのか隔週なのか、体の調子がいい時なのかこう言ってるみたいなんですけどね、もう本当はそのやってもらやそのアロマタッチをした次の日とかにお風呂に行く日やったみたいなんですけど、そのもったいない、お風呂に行ったらもうもったいないって言ってお風呂にその週行かんかったっていうのを後々おばに聞いたんですけどおばあちゃんに言ってアロマもう抜けるから、そんなもう何回でもまたするからね言って電話したんですけど、妹もアロマタッチおばあちゃんが簡単にできるようにこうロールオンで渡してくれてはいるんですけど、やっぱりこう直接触るっていうのはね、人と人が触れ合うっていうのは、こ
これは確実に幸せホルモンを上げる簡単な、身近にできる簡単な方法かなっていうふうに思いました、うん、妊娠して妊娠中で出産後生まれた後にその幸せホルモンゲシトシンっていうのがガクンって減るんですね。ゼロになるって書いてあるところもありました。そう急にねそうなるからそりゃメンタルもブワーンってなるじゃないですか。そりゃもう持ってかれるわけですよ。だから妊娠するまで妊娠中とかにたくさん幸せホルモンを貯金しとくことが大事なんやなっていうのを最近勉強して分かったので、皆さんに聞いてくださってる皆さんにお伝えできたらなと思って、ガクンって減っちゃうから少しでもねこう減っても残るようにいっぱいいっぱい貯金をしとけばいいかなっていうふうに思って、きっと産後辛い思いをされた方もねたくさんいると思うんですよ。しんどい思いされてる方もたくさんいるかなと思うんですね。こういうお話っていうのがその産後ね、自分が実際に産後うつっていうような症状になってしまったから、少しでもそういうママさんを減らしたいっていう思いでいろいろ勉強されてそういう講座をしてくださってる方がこういらっしゃって、その方に巡り会えたので私もその講座をねそう聞かせてもらったんですけど、そうやってこう動いてくださってる方、自分の経験を元にして少しでもそういう方を減らしたいって言って活動してくれてる方がきっとたくさんいらっしゃると思うので、多分皆さん必要な情報が欲しいと思うんですよね、うん、きっと自分にとって必要なものを皆さん探すと思うんですよね。必要な情報が必要な方に私も届いてくれたらなっていうふうに思っています。たくさんね情報が本当に溢れている世の中やから、いろいろほんまなんとか、この情報は正しいかもしらんけど私には考え方が合わへんなとか、そう思うものもあるし、あ全く何言ってるか伝わってけえへんなって思う情報もあるし、難しすぎるわって思う情報もあるし、うん、本当にこれは本当なん嘘なんみたいなのもたくさんあるから、それをどう選択していくか、この情報をこの人が言ってるこの情報はすごく信憑性が高いなとか、いろいろ見ていったらいろいろ見えてくるかなっていうふうに思うので、情報なんか迷子になりそうな時ももちろんあるんですけど、正しいと自分が信じる情報を皆さん取りに行って、自分でこう取りに行くことも大事やなっていうふうに思うので、いろいろ動いて、うん、自分で掴みに行ってほしいなって思います。私もこれは皆さんにシェアしたいなとか、きっと私みたいなこういう不妊治療をしていたらこういう思いをするよな、こういう時に私この情報で元気もらえたなとか、ハッとさせられたなとか、勉強になるって思うことがあったら、どんどん YouTube ビデオとか Instagram とかラジオとかでもシェアしていこうかなっていうふうに思うので、まだまだねたくさん最近は勉強することが楽しいなって思えるようになってきているので、本当に
学校の勉強はめっちゃ嫌いだったんですけれども、テスト前だけテストのための暗記をするみたいな感じやったんですけど、今はね本当に楽しく勉強しているので、私もインプットアウトプットしながら、困っている人とか必要な方にいろんな情報をシェアできたらなっていうふうに思っています。今日は幸せホルモンについてお話しさせてもらったんですけど、誰かの何かの参考になれば嬉しいなと思います。今日も最後まで聞いてくださった方ありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。